ミクミク、ミク、オーディション、見た、オーディション。見たじゃないから、一緒に見てんだって、今回、ずっと。全部一緒に見てるし。あ、いつも通りね。で、なんだよ。いや、今回、やばくなかった。今回さ、喋りたいこといっぱいあるんだけど、あの、記憶にはほぼ1個しか残ってないことが、1個ね。皆さん、あるよね。まあ、1個というか、1本みたいなね。あの、最初に出てきた、ミクルさんの中学校の1個上の先輩の、せいやさん。最強最強優勝優勝です。もう腹筋痛いわ。優勝すぎて、もうあの、ブレイキングダウンのあの、バッタム級のチャンピオンでいいじゃん。もう。巻いてほしいよね。巻いてほしい。どこに巻くか、どこに巻きつけるかわかんないけど、あの、せいやさんでさ、あの、あれが、棒が、棒が、あの、でかすぎて、あの、ブレイキングダウンに来ました。意味がわかんない。どういうエピソードなの？それを変えたくて言って、女性に、あの、最後まで行った時にちょっと惹かれちゃって、ですね。フィニッシュ率低いんでしょ？フィニッシュ率低い。逆じゃん。普通高いよね。高い。普通、ってなるじゃん。そうだよ、ね。すごいってなるのに。うん。ってなるぐらいやばいやろ、しかも。多分相当だよね。あれ、人生変えたくてさ、出てくる人が多いのにさ、そこの、あれを払拭、もっと広がったやん、これで。ブレイキングダウン出たことによって。間違いないね。マイナスブランディングじゃないの、これ。それが広まっちゃったからね。だって、地元帰ったら、あの、大きい人だって絶対なるやん、これも。いや、マジで、ミクルさんのさ、あの、喜んでる表情が、でも、たくさん見えた。それが嬉しい。地元の先輩が受けてると思ってさ、嬉しいんだろうね、あれね。しかも、あの、せいやさんさ、まあ、目はちょっと怖いのよ、ちょっと。怖いね。目怖いのに、発言が面白すぎるのよ。秀逸だよね、全部がね。うん、全部。完璧。やばいよな。もうなんか芸人さんなんかなってぐらい完璧だよね。スパーリングできない後の顔一番やばくない？あのさ、あの、じゃあスパーリングできますかみたいな。うん。ファルカップ入るかわかんないですけど、つって。じゃあまあ入ったらやってください、つって。あの、ちょっと時間経ってさ、戻ってきたじゃん。あの、スタッフの人は、入んなかったっす。三つとも入んなかったっす。戻ってきて。入んなかったっす。どういうこと？入んなかったっすじゃないよね、入んなかったっすって何？そもそも。そんなにファルカップの L サイズとかってめっちゃでかいのよ。あ、そうなんだ。いや、めっちゃでかい。それ入んないことある？ XL よりも入んないわけじゃん。まあそういうことよね。そう、ML、XL ってあるから。それも入んないのよ。ダブル XL ぐらいで友達と。それつけてる人いんの？逆にいないっしょ。外国人の方でもないと思うよ。入んない人いんなことないもん。さすがの溝口さんも笑ってたもん、ね。いや、笑って、溝口さん来られたもんね。うん。ミクルさん大爆笑よ。そのおかげでね、スパーリングしてなかったからね。中間わかんないんだけど。確かに、しかもさ、試合決定のさ、場所あるじゃん。ある、ね。本戦決定って普段書いてあるし。普段ね。ね、うん。ファールカップは間に合うのか。ミクルさんもね、あの、特注がもし間に合ったら試合してもらいましょう、こう、レオ君と。何それ、どういう決まり方なの？今までのブレイキングダウン史上初の決まり方だ。初だし、その作る人の腕にかかっとるから。1ヶ月で間に合うか、ファールカップのデカさ間に合うかって。笑ったわ。そう、面白い。まあでもね、あの、最後の方にね、あの、喧嘩したじゃないですか。出してたね。控室みたいなところで。あれで、まあ一応本戦確定ってなったんで、もう動画作ってる間にファールカップ間に合うなってことになった。ああ、なるほどね。そう。編集のね、感じでね。オーディションの時は多分間に合わないなと思ったんだけど、そのファールカップをすごいでっかいの作れる業者があったんだ。その業者概要欄に貼ってほしい。欲しい。見たいもん。あの、巨大な人専用のファールカップみたいな。他の内容もやってください。皆さん、あの、チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。この内容でするか。あの、本当に、あの、気になる方は、中身が気になる方は、僕気になるんで、チャンネル登録してください。それ、せいやさんのチャンネル登録する。そしたら。せいやさんのチャンネルとか SNS があれば、ぜひフォローしてください。あったら概要欄全部貼っとこう。貼っときます。はい。で、もう終わりにしたいんですけど。いや、まあちょっと本題でも、これが本題やからな。まあなんか、ちょっとその先もやろう。あったね。僕らがずっと追っかけてきた、喧嘩自慢合宿の選抜メンバー VS アウトサイダーって感じだったんですけど、いやー、あの、ほんと、ケンガスケさんが、まあ、ノリに乗ってなかったね。乗ってなかったね。全く乗ってなかった。うん。で、黒石さんと安藤くん。これは熱かった。あれ、なんか、名シーンだったよね。安藤くん話すのうまいよ。うまいよね。あんな無口だったの。ね、褒めて、喧嘩弱いし。落とすっていう。黒石さんもね、やっぱ、まあ、俳優っていうのもあるしさ、やっぱこう、トークがめちゃくちゃうまいよ。聞き入っちゃったよね。引きつけるさ、この言葉のテンポとかも、声質とか、高さとかも完璧っすね、やっぱ。黒石さんすごい。で、高木さんと、まあ、須藤さん。は、なんか、もめって感じ。須藤さんね、ずっと見えない壁があったから届いてなかった。あと、坂木さんと関谷さんは、もう喧嘩、普通に。
冒頭やばかったもんね。喧嘩。ね、セキュリティいなかったら喧嘩、普通に。で、大輔さんはちょっと、肩すかしされたかなって感じだったね。猿之助さんがもうやる気ない。あの時やばくなかった。試合しないで引退でいいよな、その大輔さん。ね。ってそれはやめてくれよって、ね。本戦は出させてくれよって感じだったけどね。で、まあ、溝口さんとかにもね、猿之助さん文句言ってたじゃん。言ってたね。こんな扱いっすか、俺ら、みたいな。まあ、そうなるのもわかんなくもないよね。まあね。うん、アウトサイダーもカリスマだしさ、そこからブレイキングダウン出てさ、うん、まあ、井田さんとかともやってさ。あれも盛り上がってたしね。一番盛り上がった回だし、実際。うん、があってのあれだから、まあ、あれなんだけど、まあ、卒業とね、うん、入学をかけたみたいな。うん、メモリアルだし、みたいな。うん、まあ、それを飲んだアウトサイダーレジェンドの方々もね、すごい大人だなって思います。うん、そうだね、うん。本当に盛り上げてほしいなと。まあ、僕らも盛り上げてくって、うん、僕も盛り上げてくって。そうね。分析ちゃんとするしな。分析試合前予想ちゃんとするんで。本当は、僕は、ブレイキング、前回の動画でブレイキングダウン寄りのすごい考え方だったんですけど、うん、ここに関してはちょっと難しいね。ちょっと合宿見てきちゃってるからな。合宿見てきちゃったし、うん、アウトサイダー勢めっちゃ尊敬してるし、うん、何とも言えない感情でこれ見るしかなくなるね。うん、ここ難しいね。うん、どっちも応援してますっていう感じかな。次が、バンタム級だったかな、多分ね。うん、グループの。横浜の喧嘩自慢の、うん、前回シェーンのさんに負けた、うん、佐原さん、うん、と、あと、アンポルキアさんのとこに出てたホストの方、うん、めちゃくちゃ根性ある方、ね。空丸くんね。ね。あとは、入れ墨のおじ様方、うん、方とかおじ様、うん、と、ランニングしてそうなおじ様。テニスウェア来ましたみたいな。高木のクラッシャーとか。まあ、スパイリングしてたんですよ、うん。そこはそっちで、こっちはこっちで。で、佐原選手が勝って、うん、で、その入れ墨のおじ様が勝って、うん、で、この世にどうなるって感じだったので、ね、まあどうなるのかなって感じです、ここはね。ね言わんでいいやんじゃん。いやでもやっぱシェンロンさん、うん、やっぱ乱闘とか揉め合いめっちゃうまいっすね。うまいね。見ちゃう、どうしても、うん。シェンロンさん何すんのかなって見ちゃうから、取っ組み合いね。やっぱブレイキングダウン平壇にずっといてもいいぐらいの、なんかクオリティだよね、シェンロンさんって。うん。りょうくんも面白いし、すぐ殴るし。ちゃんとグーで頬行くからちゃんとすぐ殴るしねでちゃんとなんかさちょっと距離だったらさ格闘家の構えしてるそうちゃんとこういったやつさ練習めっちゃしてると思いますよねしてるよね最近舐めない方がいいと思いますよせいやさんせいやさんがちょっとちゃんと練習していった方がいいと思いますせいやさん応援団だからな、はい、俺らで次回が、うん、なんと、僕が指導してる都市蔵と、うん、カズキングがちょろっと映ってましたけど映ってた、バンタム級1位を決めるトーナメントです、うん暑いね。暑いっす。まあ、どうなるのかって感じなんでね。うん、これは楽しみにして、まあ、試合が多いと思うんで。次の動画は多分その試合の分析系が多くなると思う。おー、はい、いいね。で、最後に、溝口さんと12日記が、相撲をしてましたね。してた相撲。溝口さん強すぎ。強いよね。うん。まあ、パーソナルトレーナーだからね、もっとね。そう、バック回ってポイみたいな感じだった。ポイしてたし、で、その後に多分、12日記を倒した後に、ミクルさんに、俺とやろうって言ってた。どうしたって感じだよ。なんでそこは別に、まあ、見たいっちゃ見たいけど、なんでですかね。溝口さんすごいね、なんか。うん、なんか、溝口さんもブレイキングダウンの回を重ねるごとに変わってったよ。そうなのよ。溝口さんのなんか演者力みたいなのもさ、すげえ格段にアップしてるからさ。だから溝口さん、なんか、やっぱトップの人がなんかやると面白いじゃん。面白いね、うん。最初の方ずっと座ってたからさ。そうそうそう。なんか目立つ側じゃなかった。うん。いや、これ、どうなのかね。住人日記、溝口さんとみくるさん。三角関係、うん。3人で一気にバトルロワイヤーとかやってほしいから。はい、って感じでね。今回終わりますんでね、うん、皆さん、せいやさんを一緒に応援しましょう。まあ、みくるさんの先輩でもある、うん。ってことは、応援しなきゃいけないんですよ。まあまあ確かにね。そうです。あと、ファールカップを作る業者さんも応援しようね。業者は、どこの業者なのか、業者の方本当に教えてほしいんですけど。知ってる人でコメント欲しいよな。欲しい。って感じで今日の動画終わりますんでね、皆さんね。どういう感じだよ、本戦で、ファールカップがどんぐらい大きいのかっていうのを注目してやっていきましょう。それしか残んないわ、記憶。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。セルカボー。